霧ヶ峰火山の地形図霧ヶ峰は、長野県中部の地の市、諏訪市、諏訪郡下諏訪町にまたがる火山。八ヶ岳中心高原国定公園内にある。霧ヶ峰の火山活動は、八ヶ岳連峰と、ほぼ同時期の、約140万年前からで、現在のような地形になったのは、約30万年前である。最高峰は1925メートルの車山。 車山山頂は気象レーダー観測所があり、360度の展望が素晴らしい。霧の発生が多いことで知られており、1963年には年間293日霧を観測した。霧神には車山を中心にその外輪山と、白樺湖、ガボッチョ、京清水、和田峠などに囲まれた大地で、八ヶ岳中心高原国定公園内にあり、面積は、 約3000ヘクタールである。霧ヶ峰には国の天然記念物に指定されている標高1630メートルの八島ヶ原出現や踊り場出現車山出現がある。山地帯火力樹林とは鉱山帯信用樹林の境界付近に存在する。5月下旬には小売景層、6月中旬には連月辻、7月中旬には 日光キスゲといった植物が見頃を迎える。特に、日光キスゲは、日光キスゲの道と呼ばれる、遊歩道が整備されているほどである。キリガミネの植生は、草原、湿原、樹草に分けることができる。草原キリガミネの草原は、再装置にするために形成された二次草原である。古来、カヤ類が刈り取られ利用されてきたため、山頂部は草原となっている。 出現以上3カ所の出現植物群落は1939年に国の天然記念物に指定。1960年に以上3件を統合し、霧ヶ峰出現植物群落の名称で改めて天然記念物に指定されている。樹藻岩場の多い霧ヶ峰で森林が残されている場所を樹藻といい植物種を豊かにするとともに動物の生息の場になっている。なお、 霧ヶ峰特有の植物の個体群、霧ヶ峰が名につく植物が6種ある。霧ヶ峰には約40種の哺乳類、39種の鳥類が確認されている。日本自家の増加による加賀や樹皮の食害が懸念されている。国曜石産地であり、付近には旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡が存在する。中世になると五社山の祭りが催され、 武士たちが狩りや弓や等の腕比べをしていた。現在も、元三笹山遺跡として、祭りの時に利用されたと推定される祭壇が神社を囲むように三方の丘の中原に残っている。野焼きが行われるようになり、草原化していくのもこの頃である。近世、明治時代になると、美しい花の咲く、継承地として知られ始める。諏訪出身の歌人である。 島木赤彦は、霧ヶ峰登り尽くせば、目の前に草の開けて花咲き続くなどの歌を残している。霧ヶ峰は、日本グライダー発祥の地と言われ、土日休日をはじめ、グライダーが飛行している。滑走路付近には、グライダー触れ合い館があり、機体の展示等を行っている。歴史は古く、大正時代から、グライダーの飛行は行われていた。戦後、 グライダーに関する全ては破棄されたが、1952年に再開され、現在も盛んにグライダーの飛行が行われている。霧ヶ峰では団体客が集中しており、マイカーによる渋滞、観光客の移動によって持ち込まれた外来種の拡大などが問題になっている。物見岩より霧ヶ峰の山々、ありがとうございます。